世界毎日散歩。今日はフランスの首都パリをお散歩していきます。多くの人でにぎわってる。ブランド店もちらほらと見えているし、ショッピングに来ている人が多いのかな。今日は2020年の9月5日、時刻は18時。ヨーロッパの夏は日本に比べて日が長いから、まだお昼のような明るさだ。今の気温は19度くらい。少し肌寒いからもう長袖の人が多い。お、左に見えてるのはアパレルブランドのスーパードライ。極度乾燥しなさいっていう不思議なキャッチコピーと変な日本語がプリントされた商品がなんだか面白いんだよな。それにしても本当ににぎわってるな。今いる場所を調べてみようか。Google マップを開いてと、ここだ。パリ中心部のレアル地区にあるシャトレ・レアル駅の近くだね。ショッピングセンターなどの商業施設とも接続されている大きな駅で、利用者は1日に約75万人なんだとか。東京でいうときっと新宿駅みたいな位置づけかな。道理でにぎわってる。手を振ってくれた。良い一日を。今歩いているここはランビュート通り。先に進むと人気のスイーツ店や高級食材店があって、パリ中心部のグルメストリートとして知られているんだって。左にはお寿司屋さんもあるみたいだ。提灯までぶら下がってる。今日はまだお腹も減ってないし、こっちを散策してみることにしようかな。うん、ヨーロッパならではの統一感ある街並みが美しい。今日は空も綺麗で建物がよく映えるし、気持ちのいい散歩日和だ。ここはサンドニ通り。大きな駅から一本入った通りだけれど、お店もたくさんあるみたいだね。一つだけ三角屋根の建物がある。教会みたいだな。左側にあるのはジェラート屋さんだ。そそられるけど、ちょっと今は寒いかな。洋服屋さんがあるこの角からちょっと曲がってみようか。綺麗なレストランだけど、もう閉業しちゃってるみたい。おっと、車だ。奥は車が通る大通りみたいだね。歩道に移動してっ
と。ここはセバストポール通り。この通りをまっすぐ進むとセーヌ川に架かるシャンジュ橋につながってるんだ。ちなみにシャンジュ橋を渡った先にあるのは約1キロほどの小さな島、シテ島。紀元前から人が住んでいたとされていて、パリ発祥の地とも呼ばれている場所。歴史的な建造物も多く残されていて、観光にも人気なんだって。島とは言っても橋でつながっていて簡単にアクセスできるし、いつかシテ島も散策してみたいな。前に見えているのはお寿司屋さんかな。フォーラム寿司って書いてあるぞ。お、駅周辺に戻ってきたこともあって人も多くなってきたぞ。もう6時頃だし、出先から家に帰る人も増えてくる時間帯だよね。やっぱり大通りということもあって、人だけじゃなくて車の交通量も多いな。自転車移動の人が多いから自転車専用のレーンもあるんだね。横断歩道を渡ってあっちの方へ行ってみようか。おっと、危ない。自転車を先に通してっと。パリの信号は止まれと進めのサインが横並びなんだね。心なしか日本の信号よりも背が低い気がするな。よし、信号が変わったぞ。ここは少し前にも通ったパリのグルメストリートといわれるランビュート通り。ざっと通りを見るだけでも美味しそうなお店が本当に多いな。テラスで食事している人たちもいるね。パリには日本よりもテラス席があるお店が多い気がする。まだこの時期は夜まで明るいから外でも安心して食事ができそう。ここの角にあるブーランジェリーはメゾン・ユベール・ランバトー。毎年開催されているパリのバゲットコンクールで2018年にトップ10入りを果たした名店なんだそう。バゲットはもちろんだけど、ケーキも評判なんだって。お、アイスを食べてる人がたくさんだ。ここはバシールというレバノン系のアイスクリーム屋さん。オーガニックな材料が使われてて健康志向の人にも人気なんだって。今日も行列ができてる。このレストランもにぎわってる。友達と食事に来るならこのランビュート通りで食べ歩きも良さそう。さてと、今日の散歩はこの辺にしますか。もしよろしければ、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。世界中を一緒に歩いていきましょう。